はい。皆さん、こんにちは。緩和系アは早期から、緩和委員長です。とうとう、死亡例も出てしまいましたね。原因不明の肝炎が世界中で広がっているというニュースを先日も紹介しましたが、これまで生存例だけだというふうに言われていたんですね。まあ、それが4月24日、初の死亡例が確認されたと報道されています。 これは WHO の発表で、まあ、そのように報じられたということなんですね。まあ、それで各社一斉にそれを紹介しているという状況になります。この原因不明の肝炎、まあ、どういうものなのか、そしてまた私たちは何人に気をつけたらいいのか、先日も動画を作りましたが、さらに状況というのが明らかになってきましたので、早速皆さんにお伝えしたいと思います。あと現状、子供が中心ですけれども、まあ、新型コロナも最初、子供に対する感染が まあかなり少ないのではないかと言われていたところが、まあ、次第に変異によってそうではなくなったというような状況もありますし、 これ、まあ、もちろん可能性としては、現状のところ高くないと見積もられますが、子供の急性肝炎のように見えて、まあ、今後大人へも影響が及んだりするようなことも、絶対にないというふうに言い切ることはできないと思いますので、まあ、そういう意味で、子供ばかりじゃなくて、大人にも関係することですから、まあ、ぜひ大人の皆さんにもご覧になっていただければというふうに思います。まあ、もちろん周囲に子供がいるような親御さんは、ぜひご覧になっていただけたらというふうに思いますね。で、まずですね、まあ、原因不明の肝炎は、 これは子供を中心としてるんですね。まあ、現在のところ、1ヶ月から16歳までの子供にこのようなケースがあるということが知られています。まあ、そして、これは原因がまだ分かってないんですね。まあ、そういう意味では非常に注意が必要です。まあ、現在ですね、どんどん国が拡大していって、12カ国で169例になっているという状況ですね。 まあそれで国に関しては英国、アメリカ、スペイン、イスラエル、デンマーク、アイルランド、オランダ、イタリア、ノルウェー、フランス、ルーマニア、ベルギーなど欧米ですね。諸国を中心に現在のところ発生が認められています。169例のうち最も多いのは114例の英国という状況なんですね。まあそれで心配なのは、まあ、結構簡易食というのが、まあ簡易食というのは ま、肝臓の機能というのが、まあ、うまく保てなくなってしまうため、まあ、他の人などから肝臓の提供というのを受けて移植をするという、まあ、そうしないと生命を保てないというような場合に行われる処置なんですけども、まあ、その肝移植を受けているような事例というのが、ま、参見されるんですね。現在のところ17例それが必要になっているということで、169例中の17例ですから、まあまあ数としては多いんですね。 だいたいざっくり言うと、10分の1ぐらいは簡易食を必要とするというところになるわけなんですね。まあそういう中、まあそれだけの重症例があることから、まあ死亡するリスクというものが考えられたわけなんですが、これが真実だとすると、初の死亡例が出たということになるわけなんですね。で、現在の頻度で言うと、まあ一番頻度が多い英国で言うと、まあこれは外数のようなんですが、100万人あたり、まあ16人ということで、 まあ数自体は決して、まあたくさんというわけじゃないんですが、まあただ、まあそうですね、ウイルスの関与なども言われていることから、まあ今後もしかするとケースとしては増える可能性があるので、今中止されているところですね。まあ詳しく掘り下げて皆さんに紹介していきたいと思います。原因として何が考えられているのかというと、これは複数の可能性が考えられており、まだ結論というのは出ていないんですね。で、一番考えられているのがアデノウイルスの関与と、ただ、 もともとアデノウイルスというのは、そんな頻繁に急性肝炎、重い肝臓の炎症ですね、を起こしたりするような事例というのは必ずしも多くないので、そういうわけで、まあ何か例えば変異が起きたりとか、あるいは他のウイルスなどと共同したりしているのではないかとか、まあ様々な可能性というのが考えられています。そしてまた、非常にオミクロン、コロナのオミクロンになってから感染が広がっているという状況がありましたので、まあコロナのですね、 まあ、そのようなコロナとかの、まあ、影響などというのも想定されてますね。まあ、中には例えばロングコビットと呼ばれるコロナ罹患後症状、後遺症ですね、なども関係しているのではないかというような、そういう、まあ、様々な可能性というのが挙げられているというような状況ですね。まあ、現在のところでは原因がわかっていないと。まあ、いい状況なんですけども、まあ、それで、まあ、その肝移植に至って また三歳の女の子のケースというのが今回明らかになったのでこれまあ一つの参考になる事例だと思いますので皆さんに紹介したいと思います、はい、でまた概要欄にリンク貼っておきますのでぜひそちらご覧になっていただければというふうに思うんですけども実際の写真付きでうーんまあなんか本当に三歳の女の子とか お話しますけけどももを受けたのので、まあ、親御さんん写真なんかも出てきてき、まあ、本当にこれね、まあ、3歳の女の子とか、あるいは親川さんが、こういう状況を迎えて、そしてまた様々な決断をしなければいけないということ、これはもう本当に大変だっただろうな、というふうに思うんですけども、まあ、結論から言うと、彼女に関しては、まあ、現在回復は良好ということで、まあ、そしてまた今、リハビリをしているということなんですね。というわけで、まあ、良かった結末なので、非常に、その点では良かったなというふうに思うんですけども、で経過なんですけども、 まあかなり早いんですね。3月13日に発症したんですけども、まずは嘔吐、まあ、咳をして、まあ、その後嘔吐したということで発症したんですね。で、熱はなかったということです。で、どうもやっぱり、まあ、この時から横断があったのか、目の変化があるということで、翌日ですね。まあ、なので、3月14日、 ま、電話で相談したところ、まあ、病院に行くように言われて、まあ、それで入院になったということなんですね。で、この時点で、まあ、肝機能障害というのが指摘されているという状況です。数時間その病院で治療を受けたようなんですが、まあ、どんどん肝機能が悪化していったということなんですね。そのため3月17日、まあ、ロンドンの専門病院に移ることになったということなんですね。キングスカレッジ病院に移送になったということで、まあ、そこで集中治療ユニットに、ま、移ったということになります。 まあそれで、まあ血液凝固の指標である PTINR というのがあるんですけども、まあ医療関係でご覧になっている皆さんもいると思いますので、まあこれは、まあご存知も皆さんいらっしゃるかもしれませんが、簡単にその数値だけお伝えしておくと、ここの記事に書いてあるのは、その PTINR をフォローアップして、数値が4に達すると感触が必要になるというような、まあそういう説明を受けたということなんですね。ところが、まあその後もどんどん状態が、 悪化してですね。で、3月21日には、マデノウイルスが見つかったというような話もされ、 急性肝不全の状態にななっていいるととととううここを言われたということなんですねそして3月25日、さらに肝臓の状態が悪化したことから、肝臓で解毒できないようなアンモニアなどの毒素というのが非常に増えてしまったので、肝臓で代謝できない、まあそういった物質を取り除くために血液ろ過透析が行われたというようなことも書かれています。まあそしてまた人工呼吸器を装着され、まあ鎮静も行われたということなんですね。ちょっと 画面には出さないですけども、記事には写真が載っていて、まあ、本当に大変だったろうなっていう状況ですね。 まあそして3月の26日には移植のリストに載ったということで、まあ、3月29日にもなるといよいよ危険な状態になり、PTINR が上がっていってですね、3月28日は5.3だったのが、3月29日には9になったということなんですね。まあ、この頃はもう当然、まあ、ご本人は人工呼吸器を装着されていて、まあ、鎮静もかかってるわけなんですが、まあ、いよいよもう本当に救命のために、まあ、緊急で処置が必要だったため、 まあそのため、まあご両親がですね、まあドナーとなることを希望して、まあそして、結果的には父親ですね、お父さんの肝臓から生体肝移植が3月30日行われるということになりました。まあ、それで結果的にお父さんの方は6時間かかって、そして受け取る方ですね、娘さんの方、3歳の娘さんの方は7時間かかったということで、計13時間の手術が 行われて、肝移植がなされたということなんですね。まあ、そうすると、まあ、結果的にこれは本当に良かったというか、まあ、48時間以内に血液検査がほぼ正常に戻ったというんですね。まあ、ただ4月2日に、まあ、また、こう、彼女ですね、3歳の女の子は血栓を起こして、それで緊急手術を必要としていると、3時間の緊急手術が必要になったということで、門脈という肝臓にある主要な血管ですね。まあ、そこに血の塊があって、 一回手術をしているということです。まあ、その後の回復というのは良好で、まあ、この記事が出たのが4月22日なんですけども、現在リハビリ中で元気であるということで、まあ、数週間以内に家に帰れる予定であるということで、まあ、本当にこのケースに関しては良かったということにはなりますよね。はい。で、私たちがどういうふうにこれ捉えたらいいのかっていうことも重要だと思いますので、それに関してお伝えしますと、現在のところ日本やアジア圏ではこの病気というのは認められていないので、 まあそういう意味でもちろん過剰に心配する必要がないのは言うまでもありません。しかしですね、まあ原因がまだわかっていないということと、まあ、そしてまた特に欧米各国ではアデノウイルスが関与しているのではないかということで、まあ、アデノウイルスに対するまあ一般的な注意が各メディアから積極的になされるようになっています。で、アデノウイルスはコロナウイルスと違う特徴があるんですね。コロナウイルスはエンベロープという、まあ、ウイルスの外側を包む膜というものがありましたけれども、 一方で、アデノウイルスというのはそれがないんですね。で、そうすると、一番大きな違いとして、エンベロープありウイルスに比べると、アデノウイルスのようなエンベロープなしウイルス、まあ有名なのはノロウイルスですけども、そういうものは比較的消毒に対して耐性があると言われてるんですね。まあそれなので、まあ私たちもすっかりアルコール消毒は身につきましたが、アルコール消毒だと不十分な可能性があるということで、まあ特に手洗いなどが重要であるということが言われています。まあそのためむしろ、 こう、消毒液になりきっていて、消毒液で済ましていると、アデノウイルスに対しては脆弱である可能性があるので、ま、特に欧米各国のメディアは子供や、ま、その周囲の親にしっかり手洗いをするように求めていますが、ま、それは私たちに関しても同じだと思いますので、ま、しっかり引き続きですね、手洗いを行っていくということが重要であると、ということに留意していただくということが必要なことと、あとアデノウイルスに関して言うと、これは飛沫感染もあるんですね。ま、従って現在行っている対策というのが変わらず有効であることが考えられますから、 まあこれ、そうですね、まあまあ、本当にね、もう自由にしたいという気持ちはもう100も承知ですし、まあ、誰もそうだと思いますよね、ただ、そういう状況ではありますけれども、この件がまあアジアでまあ絶対起こらないというふうに。 今の段階で言い切ることはできないですから、まあそういう意味では一定の注意が必要なのではないかと考えると、もう少しですね、まあ現状の対策というのを続けていく方が無難なように思います。まあこれはもちろん価値観にもよると思うんですが、まあ、しかし、まあ非常になった時の経過が稀ではあっても重篤なので、まあしかも子供に関して、まあこれだけ大きな被害というのが及ぶことになりますので、まあその点は注意が必要であると考えられます。そしてまたもう一つやはりコロナとの関係、 オミクロンとの関係というのが、今一つまだ明らかになっていないということを考えると、そういう意味でも関係なければもちろんいいんですけども、もし関係がある場合に、やはりオミクロンとかコロナの感染をいたずらにですね、広げたりするということが、マイナスに作用する可能性があると。もちろんこれは別に、 今回の原因不明の肝炎ばかりじゃなくて、後遺症の点などからもまだはっきりしていないところがありますから、そういう点でも注意が必要なんですが、引き続き移転の予防対策の意義ですね。まあ重要性というものを改めて指示示すものになったのではないかと思われます。あと、念のためなんですけども、報じられているところでは、この肝炎のケースでは、前例新型コロナワクチンの接種はなし、そしてまた、イスラエルなどのアデノウイルスベクターワクチンではない 国でも発生してますので、アデノウイルスベクターワクチン、そもそもね、打ってないわけですけども、まあ、それとの関連も現状のところ否定的であるというふうに考えられています。イスラエルは mRNA ワクチンですからね、まあそういう国でも起きてるということで、アデノウイルスベクターワクチンとの直接的な関連性はないと見られています。 はい。以上のようになります。というわけで、まあ、今、様々な検索が続けられています。まあ、いくつかの可能性というのも挙げられてますので、まあ、やはりアデノウイルス絡みとか、あるいはコロナ禍の状況の中で、まあ、なかなかウイルスに暴露しない状況の中に、こういったものが起きている可能性とか、様々な可能性というのが挙げられてますが、いずれそういうものも明らかになってくると思いますので、まあ、今しばし注意が必要なのではないかと思います。 ま、日本でもね、本当に起こらないことを願うばかりなんですが、まあ、このような知識というのを知っておくことは、まあ、きっと、ま、うまい対策にまた繋がってくると思いますので、情報を皆さんにお伝えしました。これからもこのような役立つ医学医療情報をお伝えしていきたいと思いますので、顔のところクリックいただいて、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。皆さんの周囲の感染状況と、まあ、そうですね、最近皆さんが取り組んでいる予防対策などについても教えていただければというふうに思います。それじゃあ皆さんまた。